こんにちは、センターシリアルのビデオメイキングアーカイブアイル通信の、第21回の方を、始めたいと思います。よろしくお願いします。さてさて、前回、バイト、ユーイント8の対応をまあなんか結構苦労してやったんですよね。でまあ今回は控えめに、まあ、S バイトの対応ってことにしますか。で、あまりにもサクッといったら、まあ、その次に進む。まあ、イント16と U イント16があるんでね。まあ、そのあたりまで、まあ、できればいいかなぐらい、やりたいと思います。はい。で、まあ、まずテストコード書きますかね。前回は、バイトメインボディというメソッドを作って、まあ、こんな感じでバイト同士の計算をしたんですね。同じような感じで、S バイトの方の対応をしていきますか。まあ、これね、またザクッと、まあ、芸がないですけど、コピペして、で、S バイトメインボディというテスト用のメソッドにします。テストメソッドも S バイトのテストメソッドにする。参照するメソッドは S バイトメインボディですね。生成されるメソッドの名前も、関数の名前も S バイトメインボディと。で、例によってここの中は、まあ、出力されたソースコードをレビューして、まあ、いいというものを、まあ、コピペして生成するみたいな流れでやりますか。で、このテストは、これ S バイトにしたいですね。S バイトの1と2を足したら、ごめんなさい、間違えた。足したら、S バイトの結果として返されるみたいな感じですかね。こういう感じですね。ああ、そうするとですね、あれですね、これマイナスの場合はどうだったかとかいうのの、テストもやってみたいですよね。まあ、それは、これが通ったら、そっちの方やりますか。なんかその辺に罠があって、結局、S バイトのことを考えるだけで今回が終わってしまうっていう流れになるかもしれないですけど、まあまあやってみましょう。はい。で、ブレークをテストの最後のところにかけておきます。まあ、まずはビルドが通るか。まあ、通りますよね。テストだけなんでね。はい。で、新たにテストが追加されました。で、こいつをデバッグ実行します。うん、来ましたね。インバイトプログラムシーケンスで。インバイトストアオペレーションって言ってますね。なんだ、スタックのタイプはイント32です。ローカル変数の方は S バイト。まあ、この辺は期待通りですね。どういうことかというと、なるほど。これ中に入ってくる。入ってきてないのかな。この is numeric primitive で、numeric primitive の一種ですよね、S バイトは。なので、ここの中に入ってくることを期待したんですが、なんとなくですけど、入ってきてないんじゃないかな。ターゲットタイプが、ターゲットタイプ。これスタックか。スタックは、これは入ってくるか。これは int 32で入ってきている。そして、ローカルタイプが、S バイトですね。これ、S バイトの判定してないから、多分ここ通らない。そして、ブールでもないから、ここも通らない。そして、スローされているという流れでしょうね。じゃあ、is numeric primitive の方を、まあ、見た通り、バイトと int 32と int 64だけが numeric primitive と判定されているので、ここに一つ追加しましょう。システム S バイトですね。はい。まあ、なんかここでザクッともう全部書いてしまいたい気も若干してるんですけど、まあまあとりあえずこれでいきましょうか。もう一度テストを発射します。
はい、まだ出ますね。インバリッドベコード。おお。おベコードの番号67って出てますね。インデックスは9って出てます。これはまあちょっと IL スパイで眺めてみましょうかね。どういうことか。IL スパイリロードします。で、S バイトメインボディありますね。新たなオペコードがあるのかないのか。あ、これですね。コンブ I1 ですね。前回やったのはコンブ U1 でしたね。なんで違うんですね。コンブ I1 を実装すればいいというわけですよね。じゃあちょっと止めて、コンブコンバーターズ CS の中に、コンブ U1 前回実装したやつがあるので、こいつを元にコンブ I1 を作ります。コンブ I1 コンバーターですね。で、オペコードにコンブ I1 があるんでしょう。あります。あ、ないかな？コンブ I1、あ、ありますね。はい。で、コンブ I1 はオペランド取らないから、インラインナーのままで大丈夫ですね。で、ポップスタックします。で、それがニューメリックプリミティブだったら、まあ、多分イント32なんでしょう。イント32の値がやってきたら、そしたら下に落ちて、で、スタックに、イント32の値をプッシュします。スタックにはイント32ですかね。最低イント32しかプッシュできない。本当は S バイトをプッシュしたいんだけど、それはできないので、イント32をプッシュする。で、要するに C のソースとしてどんなコードを出力するかが重要で、ここですね。スタックからポップした時に参照するシンボル名が取れてます。そいつに対してキャストをすればいいですね。int8t に、int8_t にキャストすればいい。かなぁ。スタックからは int32t で来るんですよね。これがまあ正の、0か正の整数であれば、単にキャストすることで、もしオーバーフローされている場合、オーバーフローしちゃってる場合でも上位24ビットが切り取られるから問題ない。問題はマイナスの値の時ですね。マイナスの値の時に、int8t にキャストさせたら C 言語上を正しいコードとして出力されるかどうかですよね。これはあれですね、やっぱりマイナスのテストもした方がいいですね。はい、まあ課題としては分かりましたと。で、実装はまあ単純にこういうことでいいかな、いいって気がしますね。これあれですね、このまま行くと例によってなんか似たようなコードが量産されることになるので、なんかちょっと工夫して共通化したいかなって気は若干します。コンブ I8 は共通化できるのかな？これはあの型がロングになってプッシュされるんですよね。で、単に代入している。ああ、ここは要するに縮小変換じゃないからってことですね。拡大変換だから、インプリシットコンバージョンできるので、単に代入してるだけと。だからこれと、今作ったコンブ U1 とコンブ I1 の実装は厳密には、違うので共通化できないというか、まあ無理やりやればできるかもしれないですけど、まあ違って当然ということですね。逆に、こっちのコンブ U1 とコンブ I1 は、まあこのキャストする型が違うぐらいなので、まあうまくやれば共通化できそうな気がしますね。今後、コンブなんたらが他にも出てくるかな？それに応じてやるかやらないかみたいな感じですね。コンブ I、なるほど。コンブ I シリーズは、コンブ I とか、コンブ I8 は上にありますね。コンブ I1 は今ここでやります。で、あと2と4がありますね。4が何に使われるかっていうと、多分、ロングをイントにキャストするようなコードを書いた場合かな。
その場合は切り取らないといけないので、キャストされた式を C のソースとして出力する必要があるかもしれないですね。まあなんかそんなような感じで、大体のところは共通化できそうなので、多分まあ次同じコードをコピペして作ろうとしたときに、じゃあ、リファクタリングで外出しするようにしましょう。今はまあちょっとこのままいきます。コンバイチと。はい。で、動かしてみます。ああ、エラーは出なかったですね。ソースコード生成されました。こいつを見てみましょう。まあ、S バイトメインボディ。ああ、システム S バイトって出てますね、型が。これもそうですね。ああ、これは、あれですね、例の、型名の出力のところですね。直しましょうか、先に。デバッグを止めて、UTT ですね。UTT の中の、あ、これだ、get C ランゲージタイプネームですね。ここにバイトがあるので、こいつをシステム S バイトの場合、int8t っていう名前を返すようにすると。いいですね。なんかね、嫌ですね。この if。で、これタイプオブね、スイッチにできないんですよ。なので、if でやってるんですが、なんか増えてきたら辞書化するかどうか、まあ辞書にするほどのものか、みたいな疑問もちょっとあるんですけど、微妙やな。まあ、もうちょっと増えてきたら考えますか。まあ、単純なんでね、構造が。別にいつやろうが、周りに影響はないような気がしてるので、後回しにします。はい。なので、これでバック実行する。そうすると、ソースコードはちゃんと int8t で出力されるようになっているはず。そうですね、int8t になってますね。はい。で、ローカル変数も int8t で宣言されてます。スタックはちゃんと int32t で定義されています。で、1が int32t に入り、そのスタックの int32t の値をローカル0に入れるとき初めて int8t にキャストされる。っていう同じ流れで、int8t に対応した1と2のリテラルの値がローカル変数0、1に入る。そしてそれを再び、スタックに取り出し、そして足し算をして、で、スタック0にもう一回入れます。で、こいつは int32t の値になっているので、int8t にキャストをし直すと切り取られますね。上位24ビットが。で、その値をローカル変数2に入れて、あとはいつも通り3に入れ直して、ジャンプして、3の内容をリターンするんですが、ここでもスタックは int32t なので、int8t にキャストし直して、で、リターンすると。うん。まあ、コードは正しいですね。はい。いい感じだと思います。なので、そうですね。ちょっとこれをコピーして、例によって、この元ネタを使って、コードを生成するようにしますか。コピーしといて、で、これ一旦終わります。で、ここですね。ここは、全部削除して、で、下地を作り、ここにあるとあれですね。なんか、ブロックコピーができないかな。ここでコピーしちゃうとこうなっちゃいますね。これ良くないので。どうしよう。めんどくさいですね。こうして、全然ぐちゃぐちゃになっちゃうな。C のコードに一旦落としますか。これ、
落とします。あ、待って、こうか。あ、なんかあれですね、全選択しといて貼り付けするとさっきみたいにダーって大量にコピーされますね。なんでか知らないけど。変な話だな。まあいいや。ちょっと動く選択でインデントを2に絞り、よいしょ。こんな感じですね。で、これをテストコードにコピーします。こんな感じ。あ、ごめんなさい。またやつ。ブロックコピーしないといけないですね。ブロックコピー。ここから、ここまでブロックコピーします。これをここに貼り付けると、貼れて全部挿入されると。で、いらない行を削除すると。こんな感じですかね。これ、もうデバッグなしで実行すれば、テストが通るはず、通りましたね。で、ランオールで、他に影響がないことを確認しておく。なんか、エラー出た？アンリゾルブドエクスタ、あ、そうか。あの、C の、これですね。あの、ちょっとペーストしちゃったんで、変わっちゃってるんで、これちょっと一旦元へ戻しますね。Git で、あの、リバートしました。で、もう一回、ランオールで実行します。はい、全部通りましたね。で、さっきの話で、キャストのところが、キャストするだけで本当にいいのかっていう疑問があるので、テストコードを追加しましょうと。で、内容は、今はなんか1たす2ってやってるんだけども、これマイナスの値を、計算させるようにしましょう。こんな感じですかね。シンプルオーバーオールバイ S バイト、with マイナスとか、まあなんか適当にこんな感じで、s バイト with マイナス、メインボディ。で、ちょっと名前を変えておきますね。こうなります。はい。で、どうしましょう。マイナスの値が正しく計算できているかというのは、例えばマイナス2と5を足したら3になりますよね。まあそういうことを確認すればいいですかね。はい。で、例によってソースコードを生成させたところで止めてみますか。まずこれをデバッグ実行します。お、なんかエラー出ましたね。インバリッドオペコード。お、新たなオペコードが追加された？オペコード 1F ですね。なんだろうな。じゃあ、ちょっとアイルスパイで見てみましょう。アイルスパイで、S バイト with マイナス。はい、見てみます。ああ。なるほど。この LDCI4S ってやつが、新しく増えてますね。まあ S なんで、これ多分ここの数字は int32 じゃなくてもっと小さい数字なんでしょう。それから、これもないですね。LDCI45。まあこれは固定で5という、リテラルの数字をプッシュする。これ、命令として書いてないだけなんで、追加すれば終わりですね。あとは変わんないかな。パッと見た感じは良さそうですね。なので、まあ、これですね。こいつの対応しないといけない。LDCI4S。はい。で、LDC コンバーター。で、まず、じゃあ、簡単なので、LDCI45 の方を先にやりますか。こっちですね。5の方。5の方は今 LDCI42、2までありますね。で、5が追加されるって話ですね。5。もう他のやつも やりたくなりますけど、まあとりあえず今は5だけやります。で、対応するオペコードも5。
これね、バリエーションがどんだけあるかというと、0、1、2、3、4、5、6、7、8、それから M1 はね、多分マイナス1ですね。そしてあと S、S、あとでやるやつですけど、S があります。まあ、とりあえず今はこうだけやります。これは単純で、5を代入するだけですね。はい、非常に簡単です。これで LDC-I4-5 は対応できた。で、あと、LDC-I4-S ですね。これは、LDC-I4 コンバータって前になってます。で、これに近しいんですよね。オペランドを取るんですよ。もう一度、IL スパイを見ると、LDC-I4-S でオペランドが指定されてますね。マイナス2ですけど。なので、このオペランドが指定できるようにすればいいと。で、問題は LDC-I4 の時は、インライン I4 コンバーターを使いますね。だからこれが、オペランドのサイズが I4 だっていうことを表してるんですけど、要するに4バイト。4バイトの値、イント3人の値だということを表してるんですけど、そうじゃないので、LDC-I4-S の場合は、変えないといけないですね。LDC-I4-S だと、こうじゃなくてこっちの方がいいかな。LDC-I4 に I45、I4、I4S。LDC-I4S ですね。オペコードが LDC-I4S になる。それから、オペランドが、確認しないとわかんないですね。サイズがわかんない。MSDN に行って、LDC-I4S。内容を見ると、イント8ですね。8ビットの値なので、8ビットの値をプッシュすればいい。あれでも8ビットの値って、オペランドタイプはそんなのあったかなって気がしますね。ブランチターゲットはそうでしたけど、あれでもなんかオペランドタイプって、ショートインライン BR ターゲットという、なんかまるでブランチ専用のそのタイプが割り当てられてたので、多分それにはならないような気がするんですよね。もうちょっと確認しますか。これちょうどいいので、システムリフレクションエミットオブコーズ。あ、ちょっとこれではわかんないですね。あ、フィールドの値から見ればいいかな。オプコードを参照して、あ、ちょっとまたバージョンが良くないので、古い方へ戻します。それから、どれだったかな。メンバー、あ、プロパティか。オプコードプロパティのオペランドタイプを見ます。で、システムリフレクションユニットオペランドタイプという、列挙型があるので、これの値を確認します。この表ですね。さて、該当するやつがあるのかな。あ、これですね。ショートインライン I ですね。オペランドは8ビット整数ですと。オペランド8ビット整数の分岐のターゲットです。分けてあるんですね、わざわざね。同じなんだよ。結果は同じなんだよ。オペランドのタイプとしては、8ビットで変わらないのに分けてあるんですね。分けておいた方が実装上の都合がいいのかもしれないですね。内部実装の。要するに CLR の内部実装の都合がいいのかもしれないです。ちょっと理由はわかんないですけど、まあ、とりあえずわかりました。なので、ショートインライン I、ショートインライン I、I1 ってちゃんとつけた方がいいかな。まあ、なんかそういうのを新たに作ればいいんですね。それは中身はこれと全く一緒ですね。ショートインライン BR ターゲットコンバーターと全く一緒で、
で、しかもこれは int8 って書いてあったから多分符号ありのはずなので、型としては s バイトを要求する。なのでやっぱり上と全く一緒ですね。インライン、BR ターゲットではなくてインライン i1 コンバーター、あ、ショートインライン、名前はこうだったかな。ちょっと下にアサートがあるんでここをちゃんと書き換えますね。ショートインライン i ですね。だったらいいと。で、結局フェッチするのはフェッチ s バイトで取り出すと。あの、1バイトだけ値を取り出すみたいな流れになると。いいような気がしますが、なんかいまいちですね。しっくりこないですね。これあの、このコンバータの名前をインライン i4 コンバータとかインライン i8 コンバータとかいうのは、このオペランドタイプのこの型、あの、この値名、あの、enum の値名っぽくしたんですけど、そうじゃなくっても単純にサイズに合わせて、なんか名前を付けちゃってもいいのかもしれないですね。例えば、i1 オペランド、イント8オペランド、バイトオペランドとか、バイトオペランドいいかもしれないですね。バイトオペランドとか、ショートオペランドとか、イント32オペランドとか、そういう名前に変えた方がいいのかもしれないですね。まあ今はちょっとこのまま行きましょう。で、これでショートインライン i1 コンバータ作れたので、これを使うように、実装する、コンブ。あ、じゃあコンブじゃない、LDC ですね。LDC i4s は、ショートインライン i1 コンバーターを継承する。で、そうするとここの型が s バイトですね。オペランドが s バイトでやってくる。はい。で、こいつは何をするかというと、スタックにプッシュする値はもちろん int3 に出なければならない。で、オペランドの値をそのまま、スタックにプッシュするんですね。これは、拡大変換だから、そのまま代入すればいいはずですよね、スタックに対しては。スタックから取り出すときは問題があるかもしれないけど、スタックに入れる方は、何もしずに代入式を書けばいいはず。なので、これでいいかな。本当かな。そうそう、そのあたりに自信がないのでテストコードを書こうと思ったんですね、はい、来ましたね。で、どうなったかというと、マイナス2ですね。マイナス2の値をスタック0に、代入してます。これは int32 なので、マイナスの値も入れれますよね。その結果、マイナス2が int32 の値として表現されると。その後、ローカル0に入れ直すときには int8 なので、ここでキャストしてますね。果たしてこの結果が、int8のマイナス2の値として代入されるのかというところが疑問ですね。それから次は5。そして、この5も int32 の値だけど、ここで int8t でキャストされることで、上位、24ビットが削られるはず。まあでも5は5ですよね。まあこれ簡単な方で。で、5の値が int8 の値としてローカル1に格納されると。まあ、あとの流れは大体一緒ですね。だから、この計算の結果、ちゃんと辻褄が合えば、特にマイナス2のあたりですね。マイナス2のあたりの辻褄が合うんであれば問題ない。懸念としては、この式かな。この式が C で評価されたときに、果たしてマイナス2という32ビットの値が、マイナス2という int8 の値として正しく縮小変換されるかどうかが問題ってことかな。でも、これね、仮に間違って uint、符号なしとして、
計算したとしても単になんか上位24ビット切り取っても上ずっとビット1立ってるので、なので結果的には同じようにマイナス2になりそうな気がしますよね。うん、微妙な表現ってなんだろうな。ああそうか、ドットネットでいうとこのあれですね、S バイトミンバリューかな、 S バイトミンバリューの代入をしようとしたときには、S バイトの最小値ってマイナス128ですよね。ここでマイナス128が入ったとすると、イント32t に拡大解釈されてもそれはマイナス128というイント32の値になるはずで、このマイナス128をイント 8t に縮小変換するというのは、なんていうんですか、5ビット、要するに生のビットの、羅列で言うなら、こう、まずややこしいですね。なんだ、イント8の世界でマイナス128で、こいつがイント32になることでマイナス128になりますですよね。でこれは多分 0x80 かなんかなのかな、イント8だと。でこっちは 0x なんだろう、80000000、いや違いますよね、これでかすぎますよね、いくつなんだろう計算できねえな。電卓でやればいいですね。電卓のプログラマーで、これがマイナス128？ああ、32bit の値だと FF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 80。こういうことですね。ああ、なんかあれですね。8ビット見れば一緒とか一緒ですね。でこのあとイント32の値をイント8に無理やり切り取ります、キャストでもって。でそうすると今言った通り、これだ、この上位24ビット切り取られるので、結局 0x00000080 になる、こういうことですね。うん、そうか。で多分その後ローカルに代入しますよね。ローカル0、これイント8に代入するとき、イント8tにキャストするこの値を、80か、ちょっと字汚い、こういうことですかね。ああ、これ結果的にここには80が入る、こういうこと。ああ、いかんじゃん。うん、そうなんですよ。ややこしい、ややこしいよね。スタッフ
スタックゼロ。ああ、これローカルとは書いてあるか。これコンストの値。fdci i4 の s-128。ちょっと s またわかんないか。128。スタックに積まれると、イント32のこの値になる。で、ちょっとこれ、なんか良くなかったですね。こうだ。こうなる。違う。FFFFF、80。になる。で、キャストをすると、ここだけに切り取られる。で、問題は、このキャストが単に下位8ビットだけの値として代入してたらこうなりますよね。なんだ。マスクした。もしマスクしたらこれになる。でもこれってイント32の表現ではこのあとイント8に代入するのか、かなりかな。こうだ、こうこう、はい、これはイント32の表現では128ですよね。でもその後イント8キーのローカル0に代入されるので結果的に 0x80 となり、要するにマイナス128だから結果的に次スマホがあるかな。マスクされたとしてもなんだろう、それ期待としてはこいつの最上位ビットを見てほしいですよね。サインビットを見てほしいですよね。こいつのビット31を見てその符号を持ってきてほしいなって気がちょっとするんですが、いやでも切っただけでいいのか、なんかあんま自信ないな。本当かなって気がちょっとするな。わざと問題の起きそうな値を出せないかな。無理ですね。最初の値がこれだもんね。128だもんね。マイナス129にしたらもうそれはイント8として成立しないから、そんなパターンも起こせないですね。何を言っているかというと、ここの値を無理やり調節してなんとか、例えば FFFFFF60とかいう数字が作り出せれればと思ったんだけど、無理ですね、そんなことは。いいのかな、結果的についつま合うような気がしますね。じゃあですね、今のこれは結局、キャストしてます、ごめんなさい、キャストしてますマイナス2と5の値を入れているだけですみたいなコードが、出力される
って、あとの処理は全く一緒。ここマイナス2。そして、2つ目の値が5。こういうことですよね。なんか狐につままれてる感がすごくあるんですけど、いいのか。スタックに入ってる状態で、符号拡張、スタックはあくまで32ビットなんで、符号拡張された状態で入ってる可能性があるんだけど、入ってない可能性もあって、それは事前に切り捨てていれば、はい、上位ビットは立ってないんだけど、でもどちらにしろそこから値を取り出して、イント8として扱うときには、上位24ビット切り取ってしまうので、だから結果的に辻褄が合うっていう、そういうことかな。なるほどね。そんな気がしますね。とりあえず走らせますね。まずテストコードとしてはいいですね。結局、このコンスタントがマイナス2と5に変わっただけと。じゃあ、実際動かしてみますか。ちょっとソースコード抜き出すのがめんどくさいんで、動かしてこいつをコピペで持っていきます。ここですね。もっと。はい。で、呼び出し元も変えないといけないですね。で、こいつは計算結果が uint8 じゃなくて、int8 になるので、int8 に直しておきます。マイナス5、じゃあ、マイナス2足す5は3なので、これ、こうなるはずということですね。はい。じゃあ、ここにブレークあるんで、これで実行してみますか。はい、来ましたね。そして、これの中に入ります。2を入れます。ちょっと下で見えるようにしますか。こんな感じで。はい。これ、int32t のところにマイナス2を入れると、16進数表現では 0xFFFFFFE ですね。まあ、これは想定通り。それから、5を入れる。で、スタックは 0x05 だけど、だけどローカル1に代入された時点で、結局当初の想定通りの5が入る。上のローカル0の方は 0xFE が入ってるけど、これって、ヘキサをやめればマイナス2ですね。十進表現ではマイナス2が入ってることになってますよということですね。もう大丈夫。そしてそれをもう一度値を取り出します。そうすると今度はこの切り、あの上位が切り取られた値が拡大変換されるので、そのままマイナス2と5が32ビット表現として入る。これがややこしいけど、これを16進に直すと32ビットのマイナスの値は上が1ずっと立ってますね。ビットが立ってるから、なんか明らかに違う感じなんだけど、でもそれは十進表現ではちゃんとマイナスになってますよね。そしてそして足し算をする。その結果は結局int32 の世界で足し算をしたので、マイナス2足す5なので3になる。いいですね。普通に計算しました。今ここに3が入っているので、これを int8t にキャストすると上位24ビットが切り取られるけど、まあそもそもプラスの値なんで、1は立ってないですね。なので、そのまま
切り取られたって言っても同じ値が再代入されてるんですね。3が3が入っています。そしてそれを int8t にキャストしてローカル2に入れます。まあキャストするって言ってもこいつの16進表現は結局ジョイビットは何も立ってないので切り取られただけでローカル2に3という値が入りますと、うん、であとはあれですね、いつも通りですね、ローカル2からローカル3にコピーされで結果的に最後に3という値が int8t にキャストされて、まあ結果3なんですけど、それがリターンされる。だから計算結果は3で一致する。いいですね。うん、いいですね。これで良さそうですね。まず、8ビットの符号ありの計算としては、これでいいってことですね。そうか。じゃあ、16ビットですね。ショートも対応すれば、なんかよりこの方法でいいかどうかがはっきりしますね。まあ、要するに結局、代入するときに単にキャストすればいいのか否かっていう話なんですけど、それで、その方針でいけるかどうかは、ショートの方をやってみればわかる感じですね。はい。じゃあ、まずこれで S バイトの対応はできたので、値をコミットします。あ、ソースコードをコミットします。うん、来ないかな。うん。サポート。S バイトタイプ、int8 ですね。うん、今これで、おお、結局、もう50分経ってるのか。どうしよう。ちょっと、じゃあ一回ここで、6の21ってタグ打って、一回切りますか。6の21はい、ということで、S バイト対応しました。で、次回引き続き、今度は、ショートですね。まあそこをちゃんちゃんといけば U ショートも含めてやりたいと思います。で一旦ここで切りますね。はい、ありがとうございました。